ウェストケンジントン駅は、ロンドンのウェストケンジントンにある、ロンドン地下鉄ディストリクト線の駅である。トラベルカードゾーン2に属する。なお、ディストリクト線に並行して、ピカデリー線も走行しているが、ホームはなく停車しない。この駅は1874年9月9日に、メトロポリタンディストリクト鉄道が、アールズコート駅から、ハマースミス駅までを、延伸開業した際に、 フラム、ノースエンド駅として開業した。その時点で、西側の次の駅はハマースミスであった。1877年、駅名をウェストケンジントン駅に改称した。1927年、駅舎が建て替えられた。チャールズ・ホルデンによるデザインは、1926年に開業したノーザン線のモーデニ駅までの延伸線で、 ホルデンが用いたものと類似の素材の使用、仕上げである。駅の東に少し離れた場所に地下鉄の車両基地であるリリーブリッジへの引き上げ線がある。この車両基地は1871年に MDR の列車を収容するために建設された。しかし、1905年に MDR の路線が電化された時、インーリングコモン駅に新しい車両基地が建設された。 車両基地は、その後、1906年に開業したピカデリー線用の車両基地となった。ピカデリー線の列車が車両基地へ向かう際には、回送列車がディストリクト線の線路を、西隣のバロンズコート駅からウェストケンジントン駅まで走行し、入場した。これは、ピカデリー線がハマースミスより西に延伸し、新たにピカデリー線用にノースフィールズ駅に、 新しい車両基地が整備された1932年まで継続された。その後、車両基地は車両工場に転用されている。駅は、ウェストクロムウェルロードタルガースロードとノースエンドロードのジャンクション付近にある。ウェストケンジントン駅の東の線路に隣接して、ロンドン地下鉄のオフィスビルである、ロンドン地下鉄グループ総裁。 ロンドン旅客運輸公社の委員かつロンドン交通局の専任者であるアッシュフィールド男爵を記念して名付けられたアッシュフィールドハウスがある。昼間の発車パターンは以下の通り。本数は1時間あたりのもの。ロンドンバスの28-391系統と深夜バスの N28 系統が発着する。マルチ・イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。 ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージデータロンドン交通局2015年3月31日閲覧ハーディブライアンエイドハウイットユーズドツービーフレートオンザアンダーグラウンド50イヤーズアはあアンダーグラウンドニュース175-183一瞬0306から8617ウワストケンジントンステーションロンドン交通局 2016年8月7日閲覧、ありがとうございます。